これはいい香りね。一つ買っておこうかしら。おい、この口紅はちょっと濃すぎるかしら。私には似合いそうもないわね。おいって。はあ、あと必要なものって何があったかしら。靴はこの前買ったし、ああ、季節物の服も見ておかないと。次は服のコーナーに行くわよ。おい、ちょっと待て。あら、どうかした？もしかして何か欲しいものでもあった？ねえよ、欲しいものなんて。それよりいつまで買い物してんだ。もう結構買っただろう。まだ続ける気か？まだまだ、こんなの序の口よ。女にはいろいろ必要なの。私みたいな人と話すようなことをしてるのは特にね。あ、あら、この香水いい香りね。これも買いましょう。ふぅ、女の買い物が長いっつうのは本当の話だったのか。だが、一つ腑に落ちねえことがある。この買い物に俺がいる意味あるのか？あら、普段からチームを組んでる仲じゃない。ちょっとくらい付き合ってくれたっていいでしょ。付き合うどうこうじゃねえよ。意味があるかどうかって聞いてんだ。言っておくが、お前の荷物なんて持つ気はねえ。俺が欲しいものもここにはない。いる意味がないんだよ。あら、あるわよ。あなたがここにいることの意味。買い物をしてるとたまに他人の、私なら特に男の人の意見が欲しい時もあるの。それを聞くためにあなたにはいてもらわなくちゃ困るのよ。俺はお前の買い物に意見する気もねえよ。そう。ところで、この赤と青の服なんだけど、どっちの方が私に似合うと思う？知るかよ。自分で考えろ。赤い方を見てたわね。ふん、こっちの方が好みなの。そうね、私もこっちの方がいいと思うわ。なら赤い方に決定っと。何回か聞いてくるからおかしいと思ったが、そういうことか。人のことを勝手に判別機にするな。だいたい他人の意見って言うなら俺でなくていい。つうか、こういうのはお前の客について言ってもらえよ。男も多いだろうし、そいつらの方がよっぽど協力的に買い物に付き合うだろうぜ。それはダメ。客の人たちだけは絶対連れていけないわ。あ？どういうことだ？彼らとは今までお話しするだけっていう関係だったけど、買い物になんて誘ったらその関係が崩れちゃう。一度崩れればもっといけるんじゃないかなんて横島な発想が生まれるものよ。距離をいじって修正することもできなくはないけど、いちいち面倒じゃない？だから彼らは連れていけないの。はあ、そんなもんか。それにこんな大事な買い物は信頼できる相手と一緒じゃないとできないわ。私の言ってることわかる？垣根提督。信頼できる相手か。お前何言ってんだ。俺みたいな悪党が信頼できる相手に見えるのか？いよいよ買い物のしすぎで頭でもバグったのかよ。こういうことを言う相手には気をつけてって言おうと思ったんだけど、あなたには必要なかったわね。いっそせいせいするくらい戸惑ってくれないみたいだし。当たり前だ。この程度で動じる俺じゃねえ。で、まだ買い物は続けるのか？いい加減飽きてきたんだが。ええ、まだまだこれからよ。最後まで付き合ってもらうから。次の作戦で私の力が必要なんでしょ？なら後ろについてくるくらいしなさい。わかったよ。早めに済ませろよな。善処するわ。さ、次のところに行きましょうか。